市民の皆さん、こんにちは。佐賀市長の秀島でございます。現在、猛烈な台風10号が近づいています。佐賀県では6日夜から7日にかけて接近し、これまで経験したことのないような大雨、暴風、高潮、高波となる可能性があります。最大級の警戒が必要です。市民の皆様におかれましては、停電や断水への備え、避難の準備など早め早めの対策をお願いします。また台風が接近し風雨が強い時は決して外に出てはいけません。頑丈な建物の中に避難してください。自分や大切な人の身の安全を守ることを最優先に考えて行動してください。お願いします。